はい、こんにちは、調圧法の北村です。今日は調圧式クラニアル、頭を緩めて、体を緩めるっていう調圧式クラニアルの、今回第3弾ですね。過去には腰、頭を触って腰を緩める、頭を触って背中を緩めるっていう動画も上げてますので、ご覧になってない方は概要欄の方から、動画の方をチェックしてください。で、今回は、何をやるかっていうと、顔を触って横隔膜、まあ、胃のあたりですね、この胃の横隔膜のあたりを緩めていきましょうっていう動画を上げていきたいと思います。で、実際に顔で言うとどこかっていうと、ここね、上顎骨と胸骨のこの縫合、分かりますかね、この境目、紫色と黄色の境目ね、ここなんとなくこうハの字になってて横隔膜っぽくないですかね、こうね、横隔膜っぽいね。はい、ね、で実際に、調圧式の2点で触るとそこに、2点が発生して、実際に緩めるとお腹、横隔膜が緩みますね。でここの胸骨のところ、何が大事かって、横隔膜呼吸も大事ですし、あと猫背の人、胃が悪い人、肝臓が悪い人、あとは、顔で言ったら、ほうれい線ね、ほうれい線ができやすい人、胃に負担かかってませんかとか、横隔膜ね、しっかりと動いてますかっていう話なんですよ。で、ほうれい線が結構がっちりで、ね、できやすいですよっていう人とかは、胃に食べ過ぎとか、まあ、猫背とか、まあ、そういったことで、ここが弱っていると思いますね。皆さん周りの人でちょっと確認してみてください。結構私みたいに中肉ね、お腹がちょっと少し出てるよ、横隔膜硬いよね、肝臓弱いよっていう人ね、こういうところ結構、ほうれい線ができやすくなってると思います。なので今日はそこにちょっと、タッチしていきたいと思います。じゃあ、早速モデルさんを呼びたいと思います。じゃあお願いします。じゃあ仰向けでね。じゃあ実際にちょっとスタッフを使ってやっていきたいと思います。ちょっと横隔膜のところを触ってみて、痛さのチェックをしてみたいと思います。でちょうどここがね、肋骨のこの分かれ道でね、横隔膜の部分になってるんで、右左でちょっと硬さを見ていきます。で今回の場合はちょっと右の動きが少し硬いんですね。こっちに動かす時が少し硬いので、右側硬いで、このハの字になってるところのちょうど少し降りたところ、この辺が硬くなってるんで、押してみるとこう分かりますかね、表情を見れて分かると思うんですけど、ちょっと痛いよね。うん、ね、これがちょっと痛いと思います。ね、ここが今硬いね。で、こう押すと、すごい嫌がるっていう感じね。でじゃあ実際にどこに2点が発生してるのかっていうのをチェックしていきます。でそうすると今ちょうどここね、ここに反応が出てるんで、場所で言うとここね、ここら辺に反応が出てるね。じゃあここをどうしていくかっていうと、まあ、前回の動画とかでも上げてるんですけど、そこの硬いところを、まあ、触ってね、2点取って、少しひねりながら少しこう浮かす、こちょこちょこちょっと。ね、これで OK です、ね、ちょっとこう骨を動かした感じね。はい、で動かした感じで、まあ、2点が消えてるんで、もう一回ちょっとさっきのこのちょっと下がったところ、まず肝臓、これの動きね、動きを見てもらうと画面で分かりにくいかな、なんかちょっと動きがすごい良くなって引っかかりがなくなってるんですね。でそれでいて少し下がったところをもうちょっと押してみますね。押した感じ結構こんな感じね、まあ表情見ても楽そうだってのは分かると思うんだけど、これぐらい結構押してるの分かりますかね。両手使って母指でグイッと押してるんだけど、あんまり痛がってないの分かると思いますね。はい、これで、横隔膜の部分の緊張が取れて、しかも、ほうれい線も取れてなくなりやすくなります。ここね、つるっと
しやすくなります。で筋肉でいうとこう大胸骨筋とかってこうニコって割る時に使う筋肉が、衰えてくるとほうれい線できやすいんですけど、骨格的に言うとさっきの言ったあのこの胸骨上顎骨のあたりが緩んでくると、ほうれい線ができやすくなります。というわけで、今回クラニアル第3弾は角膜、胃、肝臓、まあ、そのあたりの部分の、説明でした。よかったらまた次回もご覧になってください。ご視聴ありがとうございます。